はい、現地取材は今年最後でございます。最後にね、選びましたのがね、こちらの古墳でございます。はい、そうですね、もう分かってるやろな。俊徳丸鏡塚古墳でございます。見えないか、目の前でカラスが。元上やったっけ。千栄寺で呼ぶのかね。えらい無駄の建物でございますね、これ。お寺さんにしては。おお、墓所もそこにおりますね。15メートル、高さ5メートルぐらいあるのかね。ここから見る限りはね、そこに大きな天井石に使えばものすごい高そうな石があるんだけど、ちょうどね、航路になってるからね、伊丹空港の。おお、この辺うるさい。酒屋千塚古墳群、俊徳丸鏡塚古墳、大久保山畑27号墳でございます。6世紀でね、直径で15メートルの円墳、高さ 3.8 メートル、はい、ちょっと入ってみましょう。まあね、岩ではいろいろあるんやけどね、浄瑠璃とかいろんなね、やった人の俊徳丸さんがね、この出身の女性の方と結婚されたとか、なんか言ってたな。はい、ちょっと中入ってみましょう。1メートルもないぐらいか。結構大きいんですけどね、硬そうだよね。高さが2メートルぐらいあるかね。あ、ちょっと石が、ここは石がなくなってますね。あら、なんか混ざられてますね。出すのかな。あ、こっちもないわね。ちょっとやっぱりちょっとね、だいぶもう傷んでますね、これ。あ、水の流れ出てるわね、かさとでね。1枚大きいやつ1枚使ってんね。なんかいろんなあれなかったわけね。急したどの子のようで、あれなかった、寄付しましたよ、看板は見当たらんか、看板。看板見当たりませんか。ちょっとね、もう石の中の石はね、だいぶ劣化してるね。上に登らないでください。大神菊五郎さん、六代目が寄付しました線香台や、こういうことかね。あれもそうかね、あれもね。よし、行きましょう。この上に上がったのなんかなかったかな。もう行きなんかあったはずやけどね。これが歩き出したら止まらんかいかんな。どっかな、この上にもう行きあったはずやけど、勘違いか。高安山でございます。ここなんだろうな、関係ないか。ちょっと勘違いしましたかね。この付近に古墳があるって昔聞いたけど、昔昔のことでございますからね。とにかく石が高安ゴロゴロしてんねんっていう石がね。いや、分からん。あれ、これ来たことあるな。これどこだ、これ来たことあるな、これ。
すごい石が。古墳見当たらず、古墳が見当たりませんがね。わからん。あれ、まだあんな時まで言い合んの。何を勘違いしたんかね。見当たらない。ないな。これは何だろうね、これ。もうちょっと見上がると、大阪平野が綺麗に見えるのにね。はい、ありがとうございました。高安古墳群でございました。何もありませんでした。勘違いでございました。